どうも皆さんこんにちは、私レイ長谷野慎でございます。ということで今回はキネティックオバハンの本当の強さを見せつけていこうということで、こいつを使って暴れていこうと思うぜ。ベベーン KN44 です。 EL フォーサイトに拡張マージンとグリプトスティック、 MR6 にパーカー、オーバークロックと早技とブラサポのカスタムでいやらしくとつっていこうと思います。さあ行きましょう。ということで、ね、この武器はですね AR の中でも最も SMG に近いということで、その SMG に最も近い AR に今回はストックをつけてきたので、まさにもうこれは SMG と言っても過言ではないでしょう。なので今回この AKN44 という SMG を使って立ち回っていきたいと思うんですけども、 SMG のように、さあいつかあっち行ってね、さあもうこっちですね。うわ開幕こんなお前あるかおいあれ重くそ関西弁でどうだ重くそ関西弁でどうだけど、開幕ダブルでコンカッション食らうとかあるかいや。よいしょ、ただもう一度いいエイムですね。さあ外周からクリティックしっかりとさばききっていく、伸びしろですね。さあこのまま水路確認いますね、やっぱりカットしていく。さあこのまま一回これ休憩入れていくんですね。さあやっぱりこのマップでの激アツの拠点はやっぱここですね、研究所。スライディングで入っていけの、さあこの時もしっかりさばききっていきたいが、弾切れてやられていく。 UAV に繋がったんでしっかりと出して、ここでミニマップの赤点を見るんです。その赤点の反応を見つつハセシンは立ち回っていこうと思う。カットしていけの狙っていく。さあ1点差の激アツフリーフォール、今ここにたまいま健山ハセシンが研究所にオンラインする。さあ入っていった上院ハセシンがこれいきます、キネティックアワー、キネティックアワーバトル打ち勝っていく。さあこのままオーケー、体もう一人いますね、これタオー倒す、オーケー体、これはきついわいやいいペースね、今の4キルでかいぞ。さあこのまま研究所はしっかりと俺が制圧していくぞ。さあカットしていけーの、さあ左から来るか来ないか、外から来るんじゃないか、来ないと。さあ研究所なんか来るかな、待つか待つか、いや、やらしく入るか。うおーこれは危なかった。もう知りませんか、これ。しっかりさばききりたいが、エイムがぶれてやられていく。うん。3点差か。なかなか熱いですね、フリーフォール。さあ、ここで、研究所なんかまた入った。しっかりとさばき。さあ、そんで、後ろから湧いてくる敵がいるのは確実やから、こいつを倒していきの。さあ、どっから来るかもわかるぞ。もうわかるぞ。こっちから来るんじゃないか。ほら、来てる！おいしい！いいっすね。そして、右からまた湧くから、キネティックアーマー使って、ほら、見てみー！見てみー、これ！ほら、ほら、見てみー！いいダブルキルだ！今のキネティックのおかげで UM に繋がった！さあ、出していく！さあ、また赤点の反応を見て。さあこっちサイドからいやらしくとつっていくぞいよ。さあ来てるね、カットしていく。 SMG にも負けないこの KN44 の火力の高さ。さあ左回収から来るんですね、分かってるぞ。さあ今回いいぞ、冴えてると敵が来る場所分かっちゃってる、かましていく。おっとまずいこれ、おお敵がやってくれて一回室内入って休憩だ、休憩、体力の回復を待つ、体力の回復を待ちつつ、そこのくぼみのところいるかな、いやワンチャン普通にいましたね、カットしていきの。おっとこっちサイドいない、家の中入ってかな、ワンチャン家の中入ったと思うんですけども、どうでしょうか、いなかった。さあいやらしく抜けていきの。さあすっと今回プレイがヌルヌルしてますね。さあヌルヌルしてるプレイからのこのカット、ヘッドショット大口径つけてないけどこの火力、いや KN44 強いね、てかサイトつけた方がなんか強いような気がする、わかんないけど、なんかノーアタッチ、ノーなんかノーサイトか、なんかあのサイトなし、なんか KN44 苦手なんですよね。サイトつけた方がなんか化けるような気がする。うわ強っ、びっくりすんなこの強さ、来ましたね、カットしていく。さあラスト5キル、さあスピーディーに決めていきたいところでありますが、どうでしょうか、キネティックガンは溜まってんぞこれ、カットしていく。さあもう一人いますね、うわキルが止まらないっすねこれ。さあちょっとケツが取れて分かってるけどこれは厳しいいい感じですね。さあエルストライクを適当に1、2、3と置いていきのは、セントリーマーク2もここに置いていく。さあキネティックを使ってラスト、ポうおいい終わり方っすね、エルストライクでしっかりダブルキル決めて KN44 でラスト1キル決めてしっかりと30キル達成しました。さあファイナルキルカメラセントル置いてエルストライク一発食らって二発食らって、ここでキネティックで3人目カットしていく、伸びしろっすね。ということでなかなかスピーディーな試合だったんじゃないですか、30キル7です、レシオ 4.29、 スコア2850ということでなかなか良かったですね。ということで今回のこの動画スピーディーやな、早いな、短いなと思った方はぜひ高評価よろしくお願いします。ということでチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ということで失礼します。